ドンキホーテで買ったコスメ18選10月編やります。最後まで見てください。見てください。 VT シカバブルスパークリングブースターです。こちら2200円だったんですけど、なんで買ってきたかというと、こちら次回入荷見て正直かなり貴重ですって書いてあったから。でテクスチャーはね、なんかめっちゃ緑、デロデロした感じのなんかよもぎ餅みたいな色なんですけど、こう触ってみると結構もちもちした感じ。もち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 、美味しそう。洗顔後に顔の水分を拭き取って、目と口の周り、鼻の下を除いた顔全体に厚みに塗り広げます。で塗布したら泡が立つから、それを1分待って、あとは泡が立ったら洗い流すんだって。よもぎ餅を柔らかくしたものをすごい顔に塗ってる感じがする。色味的に言うとなんかあんまり痒かったりとかヒリヒリとかは全くないです。なんかね、こう今手拭き取ったんですけど、全然ベタつく感じも全くなかったです。なんか不思議。今からじゃあ洗いに行ってきます。わかりました、行ってらっしゃい。誰もいない、ちょっと見ますね。あ、いないです。あ、こっちも。あ、大丈夫です。行ってらっしゃい。ちょっと降格しながら。あ、わかりました、行ってきます。洗い流してきました。うん、でもやっぱなんか白くなった気がして。白くなった、泣いてましたよ。シカが入ってるので肌を鎮静してくれるっていう効果もあるみたいです。まあでもこれ使って良かったかも。なんかこんなにくすみが取れるんだったら、うん、良いですね。スキンケアの前にぜひやってみてください。はい、インハートパーフェクトリッチアイシャドウ04番ピンクノスタルジー550円のアイシャドウです。あ、いい、使いやすそう、綺麗だね。チップまたはブラシに適量取って、手の甲で色の付け具合を見てからまぶたに軽く伸ばす。500円です。普通に可愛いよね、大人っぽくなりますよね。普通に良くて、普通に良くて困っちゃう。じゃあブルベも同じメイクをしていきたいと思います。本当に誰でも使えそう、ふんわり発色っていう感じ、可愛い。そう、ね、なんかどっちにも合うんだって感じかも。星4つ、はい、うん、難しくなく、使いやすく安く使いやすく安く私は星5つです。すごい、はい、可愛くない、うん、ゆうべでこのちょっとピンクブラウン系のメイク、リンメルのアイシャドウに似てるよね。確かにゆうべブルベ肌色関係なく使えるっていうのが私はすごい推しポイントです。うん、からブルベさんで塗っていきます。あ、なんか水色っぽく見える。でも馴染んでくるかも。めっちゃ美白自分で言うなこれは結構潤う感じはありますか？潤いって感じでもないかもしれない、うん、顔にぴったり貼り付いてる感じ。そうですね、ツヤ感あるよね。めっちゃありますね。半分どう？ツヤ感、あ、うん、どうですか？こっちから見て右の方がツヤ感ありますね。この指1本このぐらいで結構伸びます。4かも。おお、白くなった感じ、自分の肌がより、うん、このあとメイクのり良さそうっていう思いで4にしました。イエベでやっていきますね。香りがいい、青っぽさが出るかも。こっちが塗った方で、こっちが塗ってない方です。うん、結構ツヤツヤってる。つけてるとちょっと乾燥してる肌だとなんかうまく塗れないみたいなのがありそうな気がします。ウィリー肌さんは1回ブラトリガミするとほら結構マットっぽいツヤになります。うん、星3つです。おブルベ寄りの肌になるので、イエベさんに手放しにおすすめできるかって言われると、ちょっと色味的に合わない方も出てくるかなっていうところと、私がオイリー肌なので1回油取り紙でオフした方がすごい綺麗な仕上がりになるので、そのワンステップあるかないかっていうところ、30代でも綺麗に仕上がる CC クリームということで、クリオのフローシングルシャドウの59番と56番を買ってきました。1320円のところ550円で購入できました。好きです。チェリーチョコとブラン、細かいラメ感があるタイプのシングルシャドウで、ほらちょっと塗っただけですぐ発色する。まずオレンジから。
色のつきがあるっていうよりかは結構ラメがしっかり発色するっていうタイプのキラキラだ。でちょっとチェリーチョコの方も塗っていきます、うん、こっちのオレンジの方に比べたら粒子細かめのラメがこっちの方がありますっていう感じで、うんうん、うん、どっちも可愛い。こういう感じで塗っていきます。オレンジ、ブラン、可愛い、可愛い、うん、こっちがチェリーチョコか。チェリーチョコ色味的なものがやっぱりつくのかな、うん、こっちの方がブルベさんっぽい。星4つで、1つでこんなに可愛くなるし、私個人的にはやっぱり、ま、自分に合うからってのもあるかもしれないですけど、チェリーチョコの方が好きかな。あのキラキラ感がとっても可愛いですね。私も星4つで、うん、あれだけ大人気だったクリオのプロシングルシャドウが550円で買えるというのは超破格だと思うし、なんか3色ぐらい550円になってたので、よかったらドンキで見つけてみてください。ミサのグリッタープリズムシャドウ限定品だって。これは通常価格1320円のところ858円で購入いたしました。ミサグリッタープリズムシャドウ GGR02 番ハーバルプリズム、これはブルベさんカラーかなと思いつつ私は買いました。カーキと青とグリーン感が強いキラキラした単色シャドウになっていて、白、青、カーキ、ちょっとほんのりペールイエローみたいなのが入ってるかな。ゴージャス、色味が、そう、ゴージャス、色味がどんな感じになるんだろう。おお、かっこいい目元だ。本当だ、うん、なんかうまくグラデーションにするのすごく綺麗にまとまる気がします。キラヤン、キラキラ、キラキラですね。ブルベさんにぜひやってもらいたいかな、このメイクは。じゃあブルベさんにやってほしいって言われたので森林とかアマゾン系の緑だよねちょっと塗るとゴールド感も出ますね。黄色、星3つにします。うん、なんかすごい好きなんですけど、普段してたら結構みんなからアイメイクすごいねって言われちゃうようなカラーな気がするそう、私は星 3.5。 光り方がメイク上級者さんなので、誰にでもおすすめできるっていうよりかは、ちょっと目元で遊びたい人とか、ラメ飛びの面でマイナスしてます。イエベさんの方がちょっと似合いそうな感じなので、イエベさんで挑戦したい人はぜひ買ってみてほしいなって思いました。なんとなんとなんと、ドン、ドンキで T3 のマスク売ってたのよ。でこれが、T3 フェイスマスク5枚入りで438円で購入いたしました。また安い。なんかさ、この見た目見たことないあれあれあれ出しちゃう出しちゃう。これもドンキで売ってました。なんでちょっと2つ比べていきたいと思います。ミディヒールの T3 ケアソリューション3ミニッツマスクっていう、その時短系のマスクが7枚と、あとこの夜寝る前にスペシャルケアでやるマスク1枚入って、1126円のところ770円で、似てる？めちゃくちゃ似てますかほちゃんが乾燥肌で私がオイリー肌なので、まあ、半分半分でちょっとこのマスク試してみて、使用感とかを最後星で評価していきたいと思います。垂れてる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 垂れるぐらい下下ですね、うん、下下前が見えないぞとりあえず潤えばいいんで。わかりました、うん、とりあえず潤いますなんかベロン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 になっちゃう。で中身はこれぐらい、結構ひたひたに7枚入っているっていうような感じです。しっかりカバーされてる感があるけど、今が暑いからね、うん。じゃあこちらでちょっと何分か待っていきます。じゃあ10分ぐらい置いたので剥がしていきます。はい、両方割と液はしっかり残ってる感じはしますね、うんうんうん、左右であんまり変わってる感じはしないです、うん、どっちも右の方がぬめり感がある気がする。ね、ツヤツヤしてるよね、うん、こっちの方がサラサラ、うん、サラサラです、うん、もう肌が吸収してしまうっていうような感じですね、うん、はい、でやってます。チタンマスクだからっていうのもあるのかな、うん、でもなんか触った感じのもっちり感は、もちもち感は、うん、メディヒールの方がする。メディヒールの方がある気がする。もっちってする。さっぱり、どちらもさっぱりしてるし、うん、こっちの方が水シャバシャバ、こっちの方がもちもちになりました、うんうんうん、メディヒールは星4つ。触った感じのもっちり感はすごい
あのメディヒールいいなっていう感じがしたの。なんかこのすぐ吸収されていく感じ。私も欲しい4つです。まあもともと私こっち持ってるんですけど、本当にあの肌荒れした時には鎮静効果がものすごく高いっていうところと、あとまあ普通にシャンプーのやつ使っても肌がもちもちになったので、なんか全然このセットで770円だったら普通に買います。星3つにします。はい、最初はこう水っぽく潤った感じがしたんですけど、だん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 こうすぐこう乾燥していくのかもしれないなっていう、うん、私は星8つ。オイリー肌の私はこれぐらいのさっぱり感の方が、まあ、潤い感も結構そんなになんか不満足ってわけではないし、むしろ満足だったので星4つにします。続いてこちらのシカモイスチャーエッセンスですね。肌荒れ防止、ハリ、潤い、荒れがちなお肌や敏感肌にということで、敏感肌の私がやりたいと思います。5000円のところが500円で、税込み550円で。嘘やろ、はい、固まってます、うんうん、はい、じゃあ塗っていきますね。塗ったらサラッとしてます。ヒリヒリする感じとかあります？もう全然ないです。ひっつきます。ひっつきますね。4、でも4、うん、500円でこんなもちもち感をこうなんか手に入れることができるし、乾燥肌の方マジでおすすめかなっていうふうに思います。ボイカのモイスチャライズセラムスティックファンデーション101番、こちらが1980円のところ1408円で、メイクする美容液シリーズ SPF50 プラスの PA4 プラス、色ムラくすみ、シミカバー、崩れにくい、セミグロ仕上がり、光をこう集めたような仕上がりになるんだって。ブルベさんで塗っていきます。スッと、おー、結構1回でしっかり発色する、うん、あ、でも馴染むな。テクスチャー的に軽い感じ、うんうん、塗る美容液だそうなんですけど、ファンデーション塗ってるって感じはないかも。光を集めるとのことなの。あ、じゃあ光をちょっと集めてみたいと思います。はい、集まってますか。楽ですね、スティック状だし、うんうん、どうですか光が。なんと吸収されて、吸収か。星3つ、はい、はい、3つにしました。下地をこの塗った上だから他のファンデーションでも似たような感じになるんじゃないか、なんか代用もできるかもしれないなと思いつつ、でもやっぱり光集める感はすごかったので、それで3つかな。イエベでやっていきます。少量で伸びがいいので調整しやすいかなと思いました。いきました。こっちが塗った方で、こっちが塗ってない方です。うん、確かに、うん、確かに頬骨が光集まってます。うん、そうですね、乾燥肌さんにはいいと思うけど、オイリー肌さんはかなり保湿して水分タプタプの状態で肌に滑らせた方が浮き出てこないと思います、うん、もちもち肌にもなりました。では3つです。30代の方だったら考えながら使った方がいいので、全顔仕様というよりはポイント仕様で使った方がこのスティックファンデーションは相性がいいと思います。ドンキでパケ買いしました。ケイトの限定セットハイライティングカラーのニュアンサーとブラシがついて1650円です。ドンペン女子が言うから買ってきました。ブラシはこういう感じで柔らかい、こうやってやって見えます、これ2色になるから艶が際立ち、肌の透明感までフェイクするハイライティングチークだって。パリパリになっちゃう、ちょっと分かります。そうなんだ、うん、ファンデが浮いてくる、これによって乾燥しちゃうのかな、ほんのりだけど、うん、あ、でもこのスポンジよりはカサカサ感はないかもしれないです。でもあんま馴染まないかもしれない。付属のスポンジで塗った方です、うん、そうですね、はい、で反対向いていただいて、こっちが一緒についてたブラシで塗った方です。ブラシの方が綺麗かも、ただブラシの毛が抜けるのよねっていう、うん、自分のブラシでやった方がいいかも。1かな。乾燥肌なんでやっぱりなんかチーク浮いてきちゃうなって思うので、うん、紫のハイライトは白に見えていいかなって感じですね。結構色づく、うん、なんかさっきより、うん、さっきより、え、私より馴染んでますね。パサパサにも、うん、パサパサにもなってない感じ。ウィリー肌の特権がこれは確かに痛い、なんか痛いですよね、なんか硬くて痛くて抜ける。ブラシの方が綺麗ですね、うん、星2つでお
色すごい可愛いなって思ったんですけど、多分ブルベさんカラーなので年相応に見られたいなっていう時はちょっとだけ使うのに気をつけないといけないかなっていうところがあったので、うん、星2つ。全国の鬼滅ファンの皆様お待たせいたしました、サボリーノと鬼滅の刃がコラボしてます、イエーイ、サボリーノのシートマスク1個462円で購入いたしました。炭治郎と伊之助もあったんですけど私は買いませんでした。なんで主役も。ゆずこちゃん可愛いんで。私は推しの善逸で。推し面なんですね。推し面なんで。じゃあどっちも60秒でやってみましょう。そうですね。あ、60秒です。肌がキュッて引き締められてかなりスースーする。うん。ヒリヒリ感とかも特になく、あのさっぱりって感じですね。さっぱり、うん、ねずこちゃん、こういう感じなの。星4つです。うるおったし、60秒でこれだけ顔も引き締められて水分もしっかり保持されるのであれば、価格の良さと、あと何より推しの善逸くんのパックっていうところで私はすごい良かったです。私も星4つです。もう鬼滅ファンは絶対買いたいだろうなっていう可愛いパッケージ、うん、でしかもいろんな種類あるし、よりしっかり裏にもなんかいるし裏にもいるしお買い得だしおすすめかなと思って星4つにしました。ほっぺの気持ち、こちら通常購入価格が110円のところ55円で購入いたしました。安すぎ。書いてあるんですけど、その触りたくなるほっぺになるもちもちほっぺ対決していきたいと思います。はい、じゃあこっちでやっていきます。はい、基本は普通の石鹸の香り、うん、普通の石鹸、ちょっと重い、重めじゃないですか、そんなサラサラっていうよりは、泡立たないよね。そうですね、塗ってるか、なんかマスクとかのクリーム塗ってる感じ。はい、じゃあこれでちょっと洗い流していきます。洗い流してきました。あ、え、サラサラになった、うん、そうですね、もちっていうより卵肌になった、サラって感じ。星2つかな。はい、安いからその安さにはすごいいいなっていう感じなんですけど、乾燥が気になる人はなんかもっちり感を求めているならちょっと違うかもしれないなっていう思いで、私は星4つです。55円で全身に使えて肌がサラサラになるので普通に買ってお得だなって思いました。なんか洗い上がりも別に突っ張る感じも全くないし、肌サラサラになるし、このままスキンケアして寝れるとなんか翌日のもっちり肌になるんじゃないかなってちょっと思ってるので星4つです。返り寿命がなんとドンキホーテで買えるみたいなんで買ってきました。5年前は2000円ぐらいで買ったんだけどな。はい、550円です。マーベラス。あの、皆さん返り寿命知ってるよね。知ってる人多いよね、きっと。じゃあ、ゆうべこんな感じでした。星4つ。馴染むし、自分のやっぱり温度によって変わるから、しかもなんかつかないですしね、あんまり。星3つにします。こうしても落ちない、うん、ただ私はこれから使うってなると乾燥がすごい気になってくるので、今から使うんだったらちょっと星さんかなっていうところです。マリエオーガニックスビューティーオイルココナッツバニラ、こちらメーカー希望小売価格5800円税抜きのところ 91% オフの500円、税込みで550円で購入いたしました。これが顔や髪全身に使える保湿力に優れた美容オイルだそうです。蜂蜜みたいな色。あ、めっちゃあのバニラ甘い匂いがします。ありがとうございます。あ、なんかそうしっとり系です。サラサラではなくまとまり系ですか。そうです、そうです。すごいまとまって。香水代わりにいかがですか。うん、あ、全然こう髪の通りがこっちの方がスッて通ります。じゃあ3でヘアオイルとしてめちゃくちゃいいんですよ。まとまりがあるし、こう髪の通り良くなる、ツヤツヤになったんですけど、これの匂い嫌な友達とかだったらつけるの躊躇しちゃう。嫌な人いるかなと思って3にしました。クリニークのオールアバウトアイズ、参考価格4950円のところ
550円でドンキホーテで購入いたしました。肌に馴染んで目元に必要な潤いを補給、つけた瞬間視覚的効果でクマや小じわ、くすみを目立たなくし明るい目元に、アイメイクやコンシーラーのノリも良くしますと。でテクスチャーはコンビニのシュークリームのカスタードクリームみたいなそれにしか見えなくなる、ちょっと滑らかになってくる、はい、感じです。あ、もうつけた瞬間はもうトロトロにすぐ目元に馴染んでスッて消えちゃうタイプのクリームで、私さ、ここがさ、こうクマがちょっとできてたんですけど、なんかなくなったんだけど、ちょっとここ覚えておいてください。これえ、いなくなってない？本当だ、トーンが上がるのかな。すごすごい。アイクリームって結構粘度高くてベタつくものが多いんですけど、なんかこの上からメイクしてもよれたりしない感じがします。星5つで、おお、すごい。これ1つで一気に悩みが解消されたっていうところがすごく大きいのと、もうダメ押しはもうやっぱり4950円が550円で売られているっていうところ、それが変えたっていうところが大きいかなと思います。年齢問わず使ってほしい、感動しました。